あなたの心にいるハート。皆さん、こんばんは。非公式バイチリーブ中盤のいるハートです。ということで、皆さん、こんにちは。こんばんは。こん、ハート、お疲れ。おりません。はい、ですね、今日は何の日か、わかりますか?4月11日イルハートの配信記念日、そして今年はなんと6周年の記念日です。たー、6周年になって最近こう自分がね成長したなって思うことがあって、ね、スタバのタンブラーを買ったんですよ。で、なんか憧れてたの。なんか都会的じゃない、こうなんかさ、スタバのさ、カップとかタンブラーとか持ってさ、歩いてるお姉ちゃん。ついにね、6歳の誕生日プレゼントに買いまして、思ったことが、だってスタバってさ、お出かけしてて、なんか見かけたから、あ、ちょっとだけ休憩しようかなみたいな感じで入ること多いでしょ。休憩しようって入った時に限ってタンブラーは持っていなくて、で、そもそもさ、あんまり家から出ねえのよ。だからさ、買って1ヶ月ぐらい経つんだけど、タンブラーに入ったことのある飲み物が白湯しかなくて、夢に見たスターバックスラテ通る、このタンブラーにみたいなやつをそんな6歳の私、やっていきたいと思います。それではスタッフさん、最初のコーナーをお願いします。はい、2018年4月11日。やっぱここからですよね。シャープ1、イルハート VTuber 爆誕デビュー !2018 年だって。はい、見ていきましょう。パン。やった。というわけで、皆さん、はじめまして。あなたの心に、イルハート。待って。誰？ちょっと、いくよ。この度、コンパイルハートの公式バーチャル YouTuber に任命されました。メガネの社長のとこに、わーって書いてあるけど、コンパイルハートの最終兵器、イルハートだよ。イルハートはこれから、このチャンネルを通してお届けできたらいいなって思ってるんだ。思ってるんだ。なんで？え、私だよね。え、ちょっと待って。あ、終わった。あ、10個の目標、懐かしい。目標ばっかりだけど、待って、なんかさ、すっごい夢があって、一緒に喋るとちょっと今の声の低さ際立たん。なんか、アクリっぽいの。なんか、コンパイルハートのゲームを可愛く紹介すること。これ大丈夫？紹介した。でも、イルハート歌うの大好きだから。でもさ、なんかこうやって見ると、結構叶ったものあると思うんだよね。半分ぐらいはできてるんじゃないかしら？あー、これをすべて終えて、コンパイルハートこうやって見るっていうことで。早く次の動画行かないかな。はい。でも、ここまで来たら、もういいもういいもういい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 いって、いいって。はい。あ、しましょう、ゲーム実況。はい。本日プレイするゲームは、どこじゃん。イカ様マーチ。大好き。皆さん見てますか？見たことありますか？これ。ね、最近ね、私を知ったという人、イカ様マージャンいるかと思いますけども、やっていきましょう。なんかね、オープニングが思ってたよりね、渋かっこいい感じだったもんね。記念すべきゲーム実況レビュー作思いますよ。イカ様マージャンでした。つまんで、このゲームの何が記憶に残ってるってさ、なんか適当なボタン押したらさ、すごいね、バクバクって言ってる、チーとか言ってることぐらい。あと何だっけ、できないってことなの。おめえイカ様だー、うん、みたいなボイス入るよね、イカ様した時に。ちなみになんですけど、麻雀のルールはこの頃から特にレベルアップしていません。麻雀についての知識これさせてくれないじゃん、イカ様麻雀なのにさ。
なんかこのさ、上の、何上っていうか向かいのおっさんがさ、少ないとめちゃこう、顎する可能性が高い、顎を上げてくるのが気になってしょうがなかった当時。ただ、この実況をしてた当時の私は、まだちょっといい子でいたかったから、あんなこいつ喧嘩売ってんのかって思いながら、言わなかった。何も。生命保険あ、こいつこいつこいつ物騒なこと言ってんのよ。めっちゃ喧嘩売ってない、ね、生命保険入っとるんかって。おーい待った待ったあ、これ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 おめえこれやろうみたいなやつありましたね。おくだらねえ真似すんじゃねえ。おめえらがくだらねえんだよ。はいに詫びるんだよ。あ、名言名言名言覚えてますか皆さん。お礼にじゃねえ。パイに詫びるんだ始まってます、次。あー、懐かしい。これはですね、ちゃんと私がね、振り付けを作って踊りましたからね。歌も歌ってましたからね。かわいい。これね、あのマイク持ってる風なんですよ。マイクついてないけど一瞬だけ。用意された結果、イカサママージャンでしたけどね。お金なかったからレビュー星1のイカサママージャンだったんですかね。ここの振り付け可愛いでしょ、お気に入り。今歌えんのかな今。好き好きすで、行きましょうか。あ、これ魔法少女になるかならんかアドベンチャーゲームですね。フルボイス、フル SE もう私がやっております。リリ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 、これね、収録するときめっちゃ楽しかったんだよね。なんでかっていうと、乙女ゲームとかが好きだから、なんかこのさ、うん、あ、ガラ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 、自分がさ、ゲームのキャラクターになったみたいな感じでね、すごく楽しかったのを覚えてます。ストーリー展開はなんかちょっとブー、うん、ブーと言っちゃった。ずっと出たような気がするんだけど、でも楽しかったのは覚えておりますよ。あれから1年か。これから6年経ってますからね、もう。で、ハトってさ、こんな時からいたんだね。いたんだけどさ。あ。あ、これね、撮影の時にね、悪い！俺死んだって言っていいですかって言うとダメですって言われた。なんじゃこれさ、なんじゃころが良くてさ、俺死んだがダメなんですかね。いおりね、ちょっと未だに分かってない。これちょっと詳しく聞きたいですね。死んでいいはずがない。イルハートの復活を待っている人が、待っている人が、終わりました。はい、次5秒で送れるハート。これはわかりました。私の庭のホース、またはピーナッツ違うよ、またはハートじゃん、またはジャガイモ、またはブレスレット。今見てもわかりました。ブレスレットじゃないよ。待って待って、私の名前の、またはノー。やった、あ、そう、これこれ、ゲームゲーム、ありがとうございます。この頃さぁ、もう、ね、正直言う、正直さ、もうちょっと、ちょっと待って、言いたい、今の。ね、正直、もうちょっといい扱いだと思ってた。何や、おもてなしセットって。なんかさ、すんげしょうもねえ回復アイテム、しょうもねえとか言っちゃった、言ったでしょ、もう！ね、6周年のお祝いとしてね、ゲストキャラクターでの出演お待ちしております。よろしくお願いします。はい、じゃがりこ面接いきますよ！降りながら、あー、敵でした！食べながら、ノースベイルズコース線という電車の駅に、スランバイルポール、ゴーイングル、ゴーゲル、ウクビリルン、ドルブルン、ランダス、ヤロゴコという駅があります！すごくない？
空気の九州空港究極高級航空機。これさ、今言えんのかな。いくわよ。空気の九州空港究極高級航空機言えます。やはり現役 VTuber 究極高級航空機、早口言葉謎、かっこいいのちょいです。わかってますわよあなた。落ちませんよ。謝罪会見は以上です。やめて、取れちゃう、セーフ、はい、セーフ、はい、セーフ、何もなかったね、何もなかったですね、はい、というわけで、はい、5分でわかるイルハート、どうでしたか。かわいいよ。これからね、みんなにもっともっと好きになってもらえるようにイルハートを頑張っていくので、よかったらチャンネル登録とツイッターのフォローもよろしくお願いします。いや、これさ、ちょっと、あのね、最近あんま言ってなかったから、ちょっとね、もう一回改めてね言ってみようかなと思うんですよ。イルハート6周年バージョンでやってみたいと思います。この動画面白いと思ったら YouTube のいいねボタンとチャンネル登録、そして X のフォローもよろしくお願いします。はい、あなたはどっち派ですか。はい、すごいさ、久しぶりにこう自分のさ、昔の動画をこう見返してね、ああこんなことあったなーとかね、思い出しましたね。はい、ということで振り返りでした。スタッフからお祝いのメッセージも、おー、ありがとうございます。これかな。はい、じゃあ早速読んでいきましょう。イルハートちゃんへ、6周年おめでとうございます。はじめまして、イルハートちゃんで、コンパイルハートを知って入社した、イルハートスタッフです。おー、すごい。なんとなく流行っていたので、VTuber を見始めて、有名な VTuber の動画もたくさん見ましたが、私には圧がすごいというか、動画は長く、雑談タイムもついていけず、動画を追うのがとても大変でした。その点、イルハートちゃんは見やすくて、一月くらい見ていなくてもすぐに追いつけて、私にぴったりでした。イルハートちゃんの仕事ができて、毎日がとても楽しいです。仕事中は、一日の半分くらい、公開用のイルハートちゃんのラジオを聞いて、動画を見て過ごしています。これからも陰ながら応援しています。イルハート新人スタッフより、はい、ということで、そっか、もう6周年とかになると、イルハートがさ、デビュー当時に学生だった人が、もちろん社会に出たりとかもしてるわけで、うわーって思うとなんだか嬉しいですね。ありがとうございます。私は、その、ま、コロナ禍とかもあったけど、動画が今までよりもこう出せるペースがね、ちょっと落ちちゃったりとかして、ごめんねって思ってたりもしたんだけど、それをさ、こういう風に追いつきやすいとかって受け取ってくれる人がいるって思うとね、諦めずに続けてよかったなって思います。ありがとう。でも、これだけは言わせてほしいんですけど、仕事した方がいいと思う。はい、次行きましょう。イルハータちゃんへ、自分はスケジュールの連絡、収録のセッティングから撮影立ち会いと、イルハートに一番長い時間関わっていると思います。このコメントも撮影のあった日の夜に書いていて、自分から改めてコメントを出すほどではないので月並みですが、6周年を迎えられたのもイルハートちゃんのおかげです。いつもありがとうございます。ではお邪魔ぞ。来年はもっと面白いネタ企画考えますね。最後に、6周年を焼肉屋での生放送にできず申し訳ありません。ベテランさんより。ずっと言ってるんですけど、6周年焼肉屋からの ASMR 配信はいつするんですか。私、その企画だけを生きがいに VTuber を続けていると言っても過言ではないほど待ってるんですけど、6年目こそね、よろしくお願いします。はい、次。イルハートちゃん、6周年おめでとうございます。これからも頑張ってください。いや、ありがとうございます。これだけはい。なるほどね。いや、いいんです、いいんです。文章の量とかじゃなくて、あれですよ、気持ちですからね。なんかそういう人が、一番最初におめでとうっていう言葉をね、伝えてくれたという事実が大切です。ありがとうございます。はい。ということで、スタッフさんからのメッセージは以上かな。それでは、次のコーナーお願いします。
許してください。はい、お願いします。イルハートちゃん、6周年おめでとう。こんばんは、パレットプロジェクトのななみろなです。今回イルハートちゃんの活動6周年記念ということでメッセージを送らせていただきます。いや、めでたいね。もうイルハートちゃんとは本当に活動を始めた当初から仲良くさせてもらってて、まあそれもね、もう6年近くの仲になるってことですから、いや時の流れ怖いね。まあ最近もね、もう月1とかもうそれ以上で頻繁に会って遊んでるので、まあ、改めてね、いつも仲良くしてくれてありがとうございます。まあでも私のね LINE の返事がお前どんだけ時差あるってぐらいめちゃくちゃ遅い時があって、それガチでごめん。この場を借りて謝罪させていただきます。まあでもこれからもね、もちろんプライベートでも活動とかでもなんか一緒に遊べたりとかしたら嬉しいなって思います。改めてイルハートちゃん6周年おめでとう。また遊ぼうね。これからもよろしくね。ちょっとさ、動画が始まった瞬間から絶対にその人の邪魔をしないようにしようって思ってたんだけど、うわーって言っちゃった。ロナありがとう。いや、改めて見るとくっそ可愛いな、ロナって。いや、こちらこそいつも仲良くしてくれてありがとう。マジで何十時間後とかの LINE に対してさ、2分とかで返事していつもごめんね。今年もね、なんか一緒にできたらいいな。ね、いっぱいお出かけもしたいし、なんか活動でもね、一緒に何かできたら嬉しいなと思います。でもさ、待って、うちのスタッフってこうやってね、匂わせて上げて上げて落とすのうまいの知ってる。今想像してる。ラッキーじゃない可能性もある。だってさ、めっちゃもう久しぶりなんだよ。そしたらちょっとね、これ違ったら怒るからね。よし、じゃあ早速見ていきましょう。お願いします。キラキー、虹子アラキです。憎みじゃなくて、イルハートちゃん6周年おめでとう。同じ2018年デビューとしても、いろいろあっても活動を続けてきた仲間としてもとっても嬉しい気持ちです。一緒に今度躍動感のあるしなやかなダンスしたりしたいなって思うから、もう今度こそ絶対コラボしようね。イルハートの皆さん、今日はイルハートちゃんをよしよしよしとたくさん甘やかしてあげてくださいね。以上、虹子アラキでした。改めて6周年本当におめでとう。バイバーイ。ポイントはあったんですけど、まず躍動感のあるダン、いつ何ではあるんですけど、相変わらず怖い。イルハートのみんなはラキピョコに免じて今日はイルハートをいっぱいシャ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 ってしてください。私ずーっと前から言ってる、一緒にね、運営と公式と戦いし者としてね、何かのコラボをね、ずっとしたいって思ってるので、しましょう。私はします。はい、後のことは偉い人に任せます。これからも一緒に頑張っていこうね。大好きだよ。本当にありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。早速呼んでいきましょう。こんばんは。作曲家のジュン・クロドです。クロドさん、イルハートさん、6周年おめでとうございます。初のオリジナル曲、トワイライトハートも作ってからもうすぐ5年になるようです。過去、初 VTuber 書き下ろしのみならず、3曲も同じ VTuber さんに書いたのも人生初です。
さまざまなご縁に預かり、こうして自分もお祝いをし続けられていることも大変嬉しく思います。そして楽曲を通じて関係者様と関わったり、イルハートの皆様を見るたびに、イルハートさん愛されてるなと感じるばかりです。次は目指せ7周年ですね。これからもささやかながら応援しています。ということで、ありがとうございます。うわあ、嬉しい。いや、なんかさ、そっか、トワイライトハートを作ってもらってから5年も経つんですって。あとトワイライトハートの書いてもらった歌詞のさ、なんかイルハートをどのように見たらこんな素敵な詩にしてくれるんだろう、私のことをってね、いつも思ってるし、未だにね、こう聴いたりとかしてね、あーやっぱりいい曲って思って聴いてます。嬉しい、ありがとうございます。すごくね、あの私の VTuber 人生の中でも大事な曲だし、なんか大切にね、これからもしていきたいし、なんかどこかでね、機会があればイルハートのみんなの前でね、歌ったりとかもできたらいいなぁなんて思っております。いやー、ありがとうございました。7周年目指して頑張ります。ありがとうございます、ありがとうございます。早く出してください、ママ。イルハートちゃん60年おめでとう。もう6歳なの早いね。ゲーム配信やラジオが増えて嬉しいです。イルハートの皆様、スタッフの皆様も楽しい時間をありがとうございます。推進配信といえばスタンプ、あ、メンバーシップのスタンプ欲しいです。何卒ご検討よろしくお願い申し上げます。かしこ。私もなんか強すぎてもらってしまいました。まあ、鼻水出てきた。あの、私はね、本当にイルハートのみんなも、そしてママからもね、本当にもうずっと愛されてすくすくと育っているなという実感を改めてしております。ママもさ、だって忙しい中ゲーム配信見に来てくれたりさ、私はなんて幸せ者なんだろうっていつも思ってますね。6歳なのに。すみません。取り乱してしまいまして、なんか何かがあるたびに言ってると思うんだけど、私はつなぐママの子でいられて本当に幸せです。いやー、ママ本当にありがとう。これからもね、ゲームとラジオとね、いっぱい頑張っていきたいと思います。これからも見守っててね、ありがとうママ。ということで、今回のお祝いメッセージ、ななみろなちゃん、にじかわらきちゃん、じゅんくろなさん、そしてつなこママからいただきました。ありがとうございます。いやー、なんか本当にこのさ、この嬉しい気持ちをさ、どうやってみんなに返していこう、どうやったらみんながもっと喜んでくれるかなってね、あの頑張る活力になりました。みんな本当にありがとう。あー、なんかもう私はみんなからの愛でお腹がいっぱいです。最後に6周年記念ケーキをご用意させた。お腹すいた。やるじゃないですか。いや、なんかやっぱさ、記念日とかお祝いとかってケーキですよね。6周年ってことで6 なんかコールのイメージあったけど違うんだ。これ写真できるのから出てるよね。うわーい。あの、私の一番好きなショートケーキです。やったー。これはもちろん一人で食べていいんですよね。はい、ありがとうございます。どうしようかな、何かいこうかな。いや、でも文字が書いてあるので6周年おめでとうからいきます。 ASMR できるかな。よーし、いただきます。音鳴ったかな。音。はい、チョコ、うまい。ケーキいただきます。ケーキうまい。では最後にイチゴいきます。イチゴうまい。6周年最高、ありがとうございます。あなたの心にイルハート。
いやー、今日は改めていろんな人にお祝いしてもらって、こんなに美味しいものも食べられて、本当に幸せな6周年記念日になりました。みんなありがとう。まだまだやりたいことがいっぱいです。そしてあの、ね、ゲーム配信をね、週に1回やるのにも慣れてきたので、今度はね、いろんなゲームに挑戦していきたい。そうですね、これからの目標はゲームで道に迷わないことですかね。はい、サクサク進めたいとは言わないが、ただ道が分からなくなるのだけは避けていきたい所存でございます。はい、今日みんなにもらったこのあったかい気持ちをエネルギーにして活動を頑張っていきたいと思います。いや、本当に今日はありがとうございました。次の動画も楽しみにしててね。ということで、イルハートでした。みんなありがとう。楽屋裏ある？いや、別に決まってるわけじゃないんですけど、めっちゃイチゴ食べてた。ちょっと待って。あれですよね。なんかあったっけな。あれよ、いつもお祝いをさ、生放送でやってたじゃないですか。今年は、なんで動画のお祝いなんですか？うん。去年と同じことしかできなくて、そうです。うん。スタッフ不足で準備。現実的。じゃあ、あと一個は？うん。全然食べますけど？うん。いやいやいや、私は誰だと思ってるんですか？そんな、1分で、ちょっと待てよ。何言ってんだよね。6年もやってきて、イルハートのこと何も分かってない。もう一回第1話から見てきた方がいいよ。はい、お願いします。じゃあ、閉めますね。いいんですかね。閉めますよ。はい、ということで、今日はみんな見てくれて、そしてお祝いしてくれて、ありがとうございました！ 4 月のね、企画動画っていうのが今日の動画になったから、次の動画のアップは5月の末予定とのことでございます。ということで、次の1年も頑張っていきます。ついてきてね！以上、イルハートでした！バイバイ！